故障とは、武士の職の一つで、武将の身辺に使え、諸々の雑用を受け負う。故障に由来し、小生とも表記される。故障には主に若年者がついた。平時には、秘書のような役割をこなした。戦時、皇軍の時は特に主君の盾として、命を捨てて守る役目が大きかったため。 幅広い知識と一流の作法と武芸を身につけていなくてはならなかった。このため、成長すると、主君の側近として活躍する者も,も多かった。また、主君の戦国大名が故障を断食の対象とした例も数多く見られた。豊臣秀吉、徳川家康は、大名家の指定を故障という名目で、事実上人質にとっていた。その後、太平の世となると、 次第に変化を見せた。幕府や諸藩の職政では、秘書としての役割は、側用人、蕎麦衆、近所出頭役、小川御用取継役、勇筆等が担い、故障は、主君に近似して、雑務や日常生活に必要な取継をすることが主な仕事となっていったが、建前上の役目の第一は、将軍、藩主などの主君の敬語であった。 故障が主君に禁じしているため、その手先として働くのがコナンド役である場合もあるが、藩によっては故障より小南度役の方が上席である場合もある。また、米沢藩や紀州藩、柳川藩などでは故障や小南度役を統括する故障頭が置かれた。藩主の中には、元服したての優秀な若い藩士を故障。 側用人等に任じて、将来自分の手足として、働けるような人材に育成することを心がける、藩主もいた。例えば、永代画廊の着子総領として生まれた場合は、故障用人職過労職、あるいは、故障過労見習い過労職と、藩を進めることが多かった。また、藩主の元服前の男子のお相手役、蕎麦衆として、上級家臣の指定が、 部屋住み身分で故障として召し出されることもあった。故障は物理的に主君に最も近い位置で奉公し、その警護と数期に預かったため、故障に認じられた者は親族を含む武との交際を禁止する判もあった。幕臣である旗本のうち、相当数の過臣団を抱える大見旗本の場合は、次男、三男などの諸子のうち、 他家に養子に行きそびれた者の直系子孫は、その、旗本家の過信取り扱いとなり、中古将となることが多かった。ただし、諸大名においては同様の場合、旧人格となることはあっても、中古将となることは、まずなかった。ちなみに藩によっては、小古将、中古将、大小生に分かれるところもある。また、貧しい武士の次男、三男は、 口べらしと学問習得などの理由で寺に、売られるなどして、寺御将として、僧侶の身の回りの世話などをした。一般的には、大抵十八、十九と成人する頃には、まとまった金をもらって御家人株、諸藩の足軽株を買うものあるいは町屋に囲われるなどして寺を出された者、及び祭子をもって所帯を持っても、いわば公認、法律婚によるものでなく、その子供は、 武士と認められずに、町民、百姓となるものなどがあった。蒸気以外のものを挙げる。うちは、古生時代の主君。ただし、戦国時代のものについては、死後数十年から数百年経過した二次死書によるものもあり、信憑性は保証できない。ありがとうございます。